アメリカが、オーストラリアに、ついに、B-5 に戦略爆撃機を6機配備するとの情報をキャッチしました。今回は、この、B-5 に爆撃機配備を詳しく見ていきますね。オーストラリアへと、配備がどんどん進んでいきますが、オーストラリアは対応できるか。原子力潜水艦建造も控えていますし、海上自衛隊の親潮型を売却してもいいのではないのかな。新たな潜水艦建造に向けていい考えではないと考えているのは私だけかな。2022年10月末日、アメリカが同国空軍の戦略爆撃機である B-5 にストラトフォートレスをオーストラリアの北部に位置するティンダル空軍基地への配備を行う予定だと報じられ、同分野に対してのアメリカ軍の戦力の展開が顕在化している。オーストラリアのティンダル空軍基地は、これまでも、すでに、オーストラリア空軍とアメリカ空軍とが併用を行ってきた空軍基地であり、今回は、B-5にストラトフォートレスを、最大で6機収容する設備を整える方向であると伝えられている。オーストラリアといえば、昨年2021年9月に、アメリカとイギリスとの間で、新たな安全保障の枠国である、オーカスを締結したことが、大きな話題を呼び、それまでの、いわば親中的な国策の路線から、アメリカ寄りに回帰したと考えられてきた。しかし、ティンダル空軍基地に限ってみれば、すでに、2020年3月の時点で、アメリカ空軍との協調関係の強化が打ち出されていた場所であり、インド太平洋地域における、豪米2カ国の、軍事的なプレゼンスの象徴として喧伝されてきた、経緯を持つ。この2020年3月の時点で、ティンダル空軍基地が推進していたのは、同基地が、1978年に開設された段階から、敷かれていた滑走路の延伸や、ターミナルや駐機設備の大型化、航空燃料貯蔵庫の増設など、その空軍機としての機能強化であった。こうした一連の豪米の協調関係の流れの中で、今回のティンダル空軍基地への B-5 にストラトフォートレスの配備も、決定がなされたと考えられるが、アメリカ側からしてみれば、数多くの海外の拠点の強化のうちの一つではあるだろう。日本の立ち位置から見た場合、周辺に展開するアメリカ軍部隊は、最も近いものが沖縄等の在日アメリカ軍で、次が在韓アメリカ軍、次にグアム島、そしてその次が今回のオーストラリアのティンダル空軍基地という位置関係だろう。実は、中国軍が配備を行っている中、長距離弾道弾は、日本の本土はもちろんのこと、すでに、グアムにまで、到達可能な射程距離を持つと見さされており、その意味において、アメリカは、戦力の残存性を高める工夫を強いられていると言える。アメリカが、そのような戦略を実施せざるを得ないのは、台湾有事が生起した場合、沖縄やグアムのアメリカ軍基地は、間違いなく、攻撃の被害を被る可能性があると、認識しているであろうことを物語っており、その県外にも、拠点を必要としているゆえであろう。アメリカ空軍の戦略爆撃機である、B-5にストラトフォートレスの攻撃能力を鑑みれば、今回の報道にあるように、オーストラリアのティンダル空軍基地に、同機が配備されれば、南シナ海や台湾海峡までを、十分に影響下に置くことが可能となる。一部には、B-5にストラトフォートレスが通常兵器のみならず、核爆弾の運用も可能である点が、ことさらクローズアップされ、同期のティンダル空軍基地への配備が、アメリカと中国との核戦争のリスクを、これまで以上に危惧する、論調も見受けられる。しかし、今回の報道においては、少なくとも、ティンダル空軍基地へ、
核兵器貯蔵インフラを整える予定は含まれておらず、ビーゴニストラトフォートレスが、いかに核兵器の運用能力を持つ爆撃機といえども、それが行える環境とはイコールではない。そもそも、ビーゴニストラトフォートレスで、物理的に運用が可能な核兵器とは、B61 戦術核爆弾のことを指しているが、この爆弾は、アメリカ空軍では、戦闘機の F-15 イーグルや F-16 ファイティングファルコン、F-A-18 スーパーホーネットでも運用は可能だ。これら第4世代戦闘機以降でも、F-22 ラプターや F-35 ライトニング2等の機種でも、B-61 戦術核爆弾の運用は可能であり、それこそ、日本の嘉手納基地や三沢基地、岩国基地に駐留するアメリカ軍の戦闘機のほぼ全てがその条件に当てはまる。アメリカ空軍でも最新鋭戦闘機である F-35 ライトニング2への B-61 戦術核爆弾の運用能力の付与は確かに継続されてはいるものの、そうであるがゆえに、ビーゴニストラトフォートレスを特別な爆撃機として認識することには意味がないとも言えよう。アメリカ軍自体でも、万が一の場合に備えて、こうした B-61 戦術核爆弾の運用を行える航空機を残してはいるが、核兵器といえば、戦略型の大型の潜水艦に搭載する SLBM の戦略核が中心であり、対戦術核の運用を強化している状況にはない。未だ戦力として残されている B-61 戦術核爆弾とはいえ、その開発は、1960年代まで遡り、1966年に実戦配備されて以降は、少しずつ改良が加えられて延命はされているものの、基本の設計は、60年以上前に開発された段階から、大きな進化は見られない。昨今は、ロシアによるウクライナ侵攻で生起したロシア・ウクライナ戦争において、通常兵力で、ウクライナ軍に押し戻されつつあるロシア軍が、形勢の逆転を狙って、戦術核を使用する可能性について危惧されている状況ではある。しかし、このようなロシア軍の置かれた状況と異なり、アメリカ軍が、あえて戦術核兵器を使用する軍事的な合理性は、現状では極めて少なく、そうした政治的な効果を狙った兵器よりも、精密誘導が可能な通常兵器の方がリスクも少ないはずだ。したがって、今回のティンダル空軍基地へのビーゴニストラトフォートレスの配備とは、仮に中国とアメリカとが直接的な軍事衝突に及んだと考えた場合に、中国から近い日本やグアムとは別に航空戦力を温存しようとの意図から出たものだろう。さて、県のビーゴニストラトフォートレスだが、アメリカ空軍では、これ以外にも、2機種の戦略爆撃機を実戦配備しており、それが B-1B ランサーと B-2 スピリットであり、それぞれが設計、製造された時代を反映した特徴を持っている。まず、ビーゴニストラトフォートレスは、1950年代に開発された戦略爆撃機で、1955年から、収益を開始しており、8機のターボファンエンジンを搭載し、最大速度は、亜音速。もちろん、機体そのものにもステルス性能は、備えていない。次の B-1B ランサーは、1960年代から、開発が始められた戦略爆撃機で、1986年から、収益をしており、4機のターボファンエンジンと、可変翼を持ち、最大速度は、音速を超えるマッハ 1.25 だが、こちらも、やはりステルス性能は、備えていない。最後の B-2 スピリットは、1970年代から、開発が始められた戦略爆撃機で、1997年から、収益をしており、全翼構造の機体に、4機のターボファンエンジンを搭載し、最大速度こそ亜音速ではあるものの、初のステルス性能を有する
戦略爆撃機となった。 B2 スピリットは旧ソ連が崩壊した1991年より後に後に実戦配備が開始されたこともあり、ちょうどアメリカは軍縮の時代を迎えたためにわずか21機の製造に止まり、その1機20億ドルという途方もない単価は今でも世界で最も高価な航空機となっている。アメリカ空軍ではこの B2 スピリットの特徴をさらに進化させた戦略爆撃機の B21 レーダーを開発中であり、今のことの2025年の実戦配備が予定されており、まず B1B ランサーと B2 スピリットの2機種を代替するとめされている。最終的には、この B21 レーダーによって、B5 にストラトフォートレスも退役を迎えると考えられているが、現状は2045年までは一部の改修を施された機体が収益を続ける予定であり、歴史上のアメリカ空軍の戦略爆撃機で最長の収益期間を全うするのだろう。